相良長吾とは、相良氏の第13代当主。第12代当主、相良為続の第一子。署名を、長佑とし、通称は太郎。明応5年、将軍、足利義稙の時に、宮内少宥に任じられ、同時に名を、長後と改めた。明応8年、父の隠居により、家督を継ぎ、人吉城主となった。文亀元年5月13日、肥後守護、菊池武運が玉名郡に巡視に赴いた留守を伺い、その老臣、隈部忠直が、宇土城主、宇土為光を擁立して、謀反を起こして、突如、Y府城を奪い取った。武運は怒って取って返し、菊池重康らと共に攻め寄せたが、5月20日、玉将寺原の戦いで一族の多くを失う、大敗を喫し、武運は、身一つで逃げて、有馬氏を頼った。29日、代わって為光が、Y府城に入り、肥後守護職を名乗った。菊池武運は父、為続の宿敵であり、八代方面での失地回復を狙っていた、長後とは、この菊池氏の騒乱に介入。同じ5月、八代を攻めたが落とせず、高田郷の平山城を修復して、守兵を入れて撤退した。長後とは恨みを捨てて、菊池武運と結ぶ方が得策と考え、八代、豊福の奪還を条件に、菊池家の再興を約束して同盟した。またこの頃、武運は、農運と改名している。長後とは、貧窮していた農運に経済的援助をして、関係を深めた。文亀2年8月、長後とは再び八代を攻めたが、熊部勢が大勢であり撤退。翌年8月、長後とは3度八代に出陣した。9月に、菊池農運は、玉名に上陸して、高瀬の戦いで、菊池為光を破って、宇土城も落とした。11月、農運が、恩に報いるために加勢を申し出しで、天草州や阿蘇是長も援軍に来るが、長後とは八代は、相良氏宿縁の地であるとして、これらを謝絶して単独で包囲戦を行った。しかし守る名は秋忠親子は堅守して、城は翌永正元年1月になっても落ちなかった。そこで、農運が守護職の立場で外交像を発して、秋忠を説得。2月7日、秋忠は城を退去して、相良氏へ明け渡し、農運の庇護下で、木原城に入り、後に、宇土城へ移った。また長後とは、豊福城も合わせて占領した。長後とは、Y府城に赴き感謝の意を表すつもりだったが、農運は、戦勝が元で25歳で他界して果たせず、遺言で14歳の菊池正隆が後を継ぎ、肥後守となった。しかしこれに、阿蘇是長がことを唱え、豊後国の大友義長の支援のもと、菊池歯科診断と結託して、正隆を追い、自らが菊池奉教と改名して、肥後守を称した。正隆は、長後との元に逃れて、芦北郡で保護されたが、長後とは、大友氏を恐れて、これを助力しなかったので、正隆は、筑後国に逃れた。奉教は、大友重治に依頼して、正隆を討ってもらおうとしたので、相良氏には、双方から加勢の依頼があったが、いずれも応じなかった。しかし再び、豊福城が係争の地となるとこれを放棄した。菊池氏、阿蘇氏の内相はしばらく続いた。永正5年、足利義稙が将軍に復帰して、大内義興が官僚となると、長後とは祝賀の品々を送り、これらのことから、永正7年、後柏原天皇が宣旨を下して、長後とは、従五位した、近江守に任じられた。永正8年、豊福を奪還しようと久久川を渡ったが、名は秋忠の伏兵にあって久久川合戦で大敗。相良勢は退却しようとしていたが、長後とは短期で来園して踏みとどまるように激励し、名和勢を逆に敗走させしめた。永正9年、長後とは嫡子の長氏に家督を譲って、高田馬出水に館を築いて隠居し、旧野菜と合した。また同地に龍政寺を建立した。しかし長氏はまだ11歳であり、実権は依然として長後とが握った。永正13年9月、名は秋忠は再び兵を起こして森山を攻めたので、相良勢は森山城を修復して兵を入れた。長門は10月から複数回にわたって兵を発して豊福城を攻め、12月についにこれを陥落させた。肥後国に勢力を伸ばそうとしていた大友氏では、大友義昭が相良氏と縄氏の積年の争いを収めるべく、新興寺の僧を破して両者に和睦を進めた。永正14年7月に、両氏はついに和睦した。同年、長門は熊野無量寿院で剃髪して仏門に入り、夏きよしと合した。また父、ため、続くのものをさらに発展させた、八都式目を定めて、相良氏、八都13箇条としてまとめたのも、この晩年の頃と思われる。翌年、50歳で死去した。出帰した時、死での山兼ねて行く日を定めねば京門でしつみこそ、安けれと読んだ者が自生となった。龍政寺に葬られ、法名は、龍政寺、大池蓮心。ありがとうございます。